皆さん、こんばんは。今日は2023年5月12日金曜日です。今日のテーマは中国はですね、不動産の危機もあります。経済の危機もあります。人口の危機も起きているんですよ。人口の危機とは人口が減少していますので、中国の輸出がダメとなっているんですよ。これは不動産市場 良くなることは絶対にありえません。中国の経済、輸出と不動産、市場の関係について話をしたいと思います。今年、中国の輸出、産業がダメとなってしまいました。中国政府はいくら修正をしてもですね、輸出っていうのは下落しているのはもう変わりません。そしてこれが始まりであり、 これからも輸出ですね。減っていくと思います。輸出産業の中で一番下落しているのはアパレル商品ですね。今年第一四半期、アパレル商品の輸出は672億アメリカドルでした。去年1年間ですね、アパレル商品の輸出は3235億アメリカドルでした。 なので、今年はかなり下落しているんですね。そして今年は今後ですね、あまり期待できない状況です。今年ですね、今州には貿易展示会、博覧会ですね、ありました。この状況ですね、アパレルの展示会となって、外国人はですね、ほぼいない状況なんですよ。どこ見てもですね、ガラガラです。 アパレル関係の展示会となったらですね、外国人はいなくて、そして国内の商社もですね、あんまりいないんですよ。公州展示会に参加したアパレル企業の数ですね、4600社が参加しました。現地の情報ですが、アパレル産業ですね、大事な輸出先ですね。アメリカ、次は日本、次は 言うです。あの、言はですね、実はですね、日本の方がすごい贅沢なんですよ。服ですね、結構買い替えというかするでしょうか。なので、日本のアパレル14はですね、結構アメリカの次なんですよね。かなりすごいんですよ、まあ。しかしですね、材料の、原材料の産地の問題で、やはり注文がほぼないんですね。例えば、ウイグル産の綿ーですね。 使ってはいけませんよと。もうこれが原則ですね。アメリカでは、ウィーグル人に対して、まあ、法案ですね。ウィーグル人強制労働法というですね。去年の6月21日から実行されました。法律ですね。この法律では、ウィーグル製のものを使ったり、ウィーグル地域で製造したもの、商品ですね。いいんですが、そのもの、製造した証明書ですね。 提出してもらわないといけません。この商品は問題なく製造しましたよ。強制労働ではありませんよと証明できればいいんですよと。しかしですね、中国のメンカーですね、90%がウイグル製ですね。つまり、中国製のアパレル商品には90%ウイグルメンカー、ウイグル製のメンカーを使っているんですね。この状況でアメリカへの輸出はやはりできないんですね。 しかし、アメリカだけではなくて、産業サプライチェーンの問題で、U にしても、日本にしても、やはり買ってくれません。この2年間ですね、関東省にあるアパレル企業ですね、約30%、東南アジアへ移転しました。今年第1四半期、関東省製造のアパレル商品は、去年同期比15%の下落です。 しかしですね、一部の会社は、裏、ルートを使って、シンガポールとベトナムに送るんですよ。送って、そこで産地偽造して、現地から輸出はしているんですね。ただし、やってもいいんですが、量は多くないんですね。やはり違法ですので。中国の輸出ですね、あるいは中国の世界の工場となる前ですね、アパレル輸出からなんですよ、実は。 すべてがアパレルからなんですよ。やはりやりやすいというのもあると思いますので、アパレルは中国の輸出の基礎だといえますので、アパレル産業といいますが、まあ、織物商品だといいますね。商品はですね、例と言いますと、カーテンですね、カーテン。それから座布団ですね、布団とか、ベッド用品ですね、シーツとかですね。 掛け布団、敷き布団ですね、それから絨毯ですね、カーペット、タオルとか7どありますね。つまり、こういったものはですね、中国の基礎となっていて、今はその基礎がですね、揺れています。2番目、輸出下落したのは、ライトインタストリー産業ですね、軽い産業です。今年、第1四半期輸出は2074億ドルでした。同期費 2.63%の下落です。ライトインタシティの産業ですが、主に家具ですね。机とか、ダイニングテーブルとかですね。それから靴ですね。おもちゃとか、スーツケース、リュックサック、時期ですね。例えば、お皿とかですね。それから、ガラス系ですね。食器とか、コップですね。そして、例えば、バスケットボール、ゴルフのボール、 サッカーボールですね。など、そういった体育用品ですね。これもライトインタストリーと言いますが、そして、まあ、カツラですね。髪の毛のカツラもありますし、こいだものですね。手作業で作るんですが、そういったものもライトインタストリーと言います。今年ですね、公衆展示会に参加した会社は1万社以上ですね。去年、ライトインタストリーの産業の輸出は、 1> 約1兆ドルでした。あの、ちょっと言い過ぎですが、でも約ですね。輸出総額のライトイントロシーは25%を占めています。2020年、輸出は7400ドルでした。2021年、9100億ドルでした。それから2022年、9500億ドルでした。1兆ドル弱ですね。これはすごいですね。成長しました。しかしですね、去年の 第4四,四半期から変わったんですよ。第4四,四半期はですね、2300億ドルでした。となったんです。中国の輸出産業ですね、ライトインタシティ産業とアパレル産業がメインですね。会社は主に中国の会社がメインですね。社長さんも中国人がメインですね。でもですね、条件があるんですよ。外国の商社から注文を受けます。 そして図面とかですね、設計とかですね、あるいは工程の製造ですね。指導してもらって、中国は製造するんですね。製造して、検品してもらって、買ってもらうんですよ。なので、中国ではですね、デジタル製品を製造する会社は、主に台湾人の社長です。そして、韓国人の社長さんですね、が多いんですよ。そして、機械設備ですね、主に、 日本系の企業ですね。つまり社長さんは大体日本人ですね。まあ韓国の企業もあったんですよ、実は。でも今はかなり少ないですね。で、日本の会社は、まあ企業ですね。去年からどんどん移転しました。特に安倍元総理ですね。あの、産業移転したらですね。まあ中国以外の地域にいたら補助金出しました。あるいは日本に変え、まあ、てもらうと。 帰ってきたら補助金を出しますよという政策があったんですね。それが続いて今年となって実は加速しました。韓国系の会社はですね、以前から移転していたんですよ。やはりサード防衛システムの問題もあったんですね。現在中国にある韓国系の会社は主に現地で製造して、現地で販売する、消化すると。台湾の会社は一部帰りました。完全に。 しかし一部はですね、事業を変えてサービス業をやったりしているんですよ。しかしですね、現在中国の会社も移転するようになってきました。やはり台湾海峡のリスクですね。話題となったら絶対ですね、中国に対して外国の商社ですね、発注する量をやはり減らされているらしいんですよ。外国の商社にすればリスクは嫌ですね。 やはり納期が大事ですね。それまでに CM とかですね、チラシとかですね、たくさん配ります。例えば、2024年1月1日、登場します、この商品ですと言いますね。CM も出します。しかし、それに間に合わなければ、納期ですね。中国製の納期がなければ、もう間に合わなければ大変です。もしですね、戦争が起きたら、もう全てが終わってしまうんですよ。なので、 商社としては値段は高くでもいいですから安心できるところに発注したいですね。そして中国の会社も同じですが移転しないと外国の商社は発注してくれません。これが傾向性であり、なのでですね、当時中国に進出するブームはあったんですよね。だいたい2000年前後ありました。2000年からですね、 ピークとなったのはですね、私の間では2005年とか2007年とかだったんですと思いますが、なので仕事をもし欲しければ中国に進出しようっていうブームもあったんですよね。しかし現在は逆ですね。中国から移転するっていうブームは起きています。輸出下落の原因ですね。中国の輸出の下落の原因は外国から注文が減ったが一つです。次は企業が移転しました。 輸出産業がですね、下落したら中国の経済が大変です。まずは就職ですね。働く先がないんですよ。次は輸出産業に勤める従業員ですね。2億人もいるんですよ。なので、この方たちはですね、大変です。2億人のうち1億人は手稼ぎ労働者です。まだ1億人は貿易関係、あるいはサービス業ですね。例えば iPhone の工場ですね。 定出にあるんですが、従業員は20万人いてるんですよ。しかし、残りの10万人ですね、この20万人に対してサービスを行うんですよ。次はですね、貿易の黒字です。中国の経済状況ですが、貿易がですね、黒字であれば、これがですね、通貨の供給の基礎なんですよ。中国の人民銀行、中央銀行ですが、金融緩和をします。 通貨を発行する、その基礎がいるんですね。その基礎とは、主に貿易の黒字からなんですよ。つまり、たこさんのものを輸出します。稼いで貿易が黒字ですね。これが、正真正銘の富ですね。財布ですね。その富ですね、不動産市場にも関係あるんですよ。つまり、輸出の黒字ですね、と中国の不動産市場、関係あります。 不動産市場はですね、あるいは不動産の価格ですね。三つの要素は反映されています。一つ、富ですね。この社会に、あるいはみんなですね、持てる財産ですね。富、豊かにならないとですね、不動産の価格は上昇できません。二、人口の数ですね。人口が増えるとですね、不動産市場の需要も増えるんですよ。賃貸市場にしても、 にしかし人口が減っていけば需要はその分減りますのでしかしですね意味の国はこれではないんです3国家社会の産業にも関係あるんですよ例えば産業がたくさんあってみんな就職できます働く先たくさんあります選ぶこともできますそうすると収入はありますしそしてその収入は増えていくんですよそうすると 不動産の需要も実に増えます。この密ですね。どれも大事です。しかしですね、まずは中国の人口ですね。去年から下落したんですよと中国政府は初めて認めました。これはですね、中国の社会にとっては心理的なショックはあったんですよ。やはり政府としてやっと公開したんですね。実はですね、2016年ぐらいから 人口はですね、下落していたはずなんですよ。しかしですが、2022年となったですね、中国政府は実にですね、認めたくないであっても、認めないといけないんですよ。これはですね、2022年、動画でも話をしましたが、たくさん人口が減ったよねっていう現象が起きました。例えばですね、幼稚園、子供が少なくて困りました。募集してもですね、子供さんはいないんですよ。 なので、今年から潰れていく幼稚園がものすごい多いんですよ。今でも多いんです。2016年ですね。これは中国政府が発表した数字ですね。2016年。中国の赤ちゃんの数は1800万人でした。2016年でしたね。しかし、去年、2022年、中国の生まれる赤ちゃんの数は900万人となったんですよ。1000万人来たんですよ。つまり、 半分くらい減ったんですよ。赤ちゃんの数が減るとですね、幼稚園の数も減るんですよね。次は小学校です。次は中学校です。それぞれですね、学校は減っていくんですよ。なので、言い過ぎかもしれませんが、半分の学校ですね、減るかもしれません。去年の年末から現在ですね、河南省、ト東省の幼稚園、潰れる数はものすごい多いんですよ。これは、以前の動画で、 話をしたことありますが、例えば、仁員長先生ですね、お金を持って逃げました。返金はしてくれません。でも、幼稚園は閉園となるんですよ。原因はですね、新入生があんまりいないからですね。なので、経営をしても赤字です。中国の不動産の危機ですね、経済の危機もありますし、人口の危機も実に起きています。 5年前ですね、中国の病院、産婦人科ですね、ものすごい暇となったんですよ。特にですね、この2年、まあ、コロナですね、やはり外出禁止とかありましたし、もっと少ないんですよね。幼稚園ですね、2021年から新入生が減ったんですよ。経営困難となったんですね。つまり、これから小学校ですね、2年あるいは3年後ですね、減っていくと思います。小学校も大変です。 次は中学校ですね。2030年前後ですね。減っていくと思います。次は高校ですね。高校は多分2033年ですね。大学は2036年ですね。減っていくと思います。半分くらいは減るかもしれませんが。人口の数が急に減少して、不動産にも影響されているんですよ。例えば、輸出は下落しました。これからも下落します。 これからですね、輸出がダメとなって、中国の経済の基礎ですね、その富が生まれる基礎がなくなってしまうんですよ。貿易の黒字が減って、あるいはこれから赤字となっていく、人民権発行の量も影響されて、なのでですね、市場にその通貨の供給量も減るんですよ。今年3月ですね、人民銀行はかなり金融緩和しました。例えば、 利下げ何回もしました。銀行支払い準備金ですね。何回も下げましたね。これも動画で話をしましたが、原因はですね、輸出が下落したんですよ。でも市場にお金を流さないといけません。なので、たこさんのお金を流しました。ただしですね、これは今はいいかもしれませんが、続くことはできません。もしですね、適当に金融緩和し続けるとですね、 人民元の冷凍が危険です。当然ですが、中国の人民元ですね、国際通貨ではありません。自由に換金は難しいです。できないことはないんですが、難しいです。ただしですね、それでも続くことはできません。やはりオフシェアですね、人民元の冷凍あるんですよ、実は。これは海外市場にある人民元の冷凍ですね。その冷凍が潰れてしまう可能性は高いんですよ。 つまり、不動産市場を支える柱が崩壊ですね。一つの柱は人口の数。これからは減っていきますので、次は富ですね。その富が生まれる体制ですね。あの、輸出ですね。貿易の黒字ですが、これからは減っていくんですよ。最後ですね、中国の国内にある産業ですね。つまり、就職先ですね。あるいは、収入ですね。つまり、 収入はですね、期待できないと思いますよ。この状態が続くとですね、今年の後半となったらですね、中国の経済がものすごい危険よねというふうに私は思います。特に農民校ですね、仕事がないんですよ。次は通貨、お金の供給ですね、の問題が起きると思います。通貨の供給の量がですね、減るとデフレになるんですよ。つまり物価がですね、 安くくなっていくんですよ。現在ですね、中国の政府は認めませんが、実はですね、デフライは起きているんですよ。最後ですね、資産価格が暴落です。資産価格は簡単ですね、中国の場合はですね、株式市場と不動産市場ですね。なので、今年の後半ですね、実に危険です。最近ですね、皆さんは気づいたかもしれませんが、 ウォルガイはですね、実に落ち着いてきました。中国政府を褒めるですね、やはり落ち着いてきました。ただしですね、世界銀行と国際通貨基金組織ですね、IMF ですが、まだ中国のことを宣伝しているんですよ。IMF ですね、この間発表しました。世界経済に対して成長ですね。世界経済成長に対して貢献度ですね。 中国はナンバーワンです、世界で。34.9%貢献しているんですよ。人道はわずか15.4ですよと言いました。なので、結果は中国は世界経済成長のエンジンですよと発表しました。しかしですね、IMF とは中国の関係はですね、ものすごいつながりが深いんですよ。もう完全に賠償されていますね。中国政府4月ですね、発表したんですよ。 中国の税関ですね、発表しました。輸出は下落しましたよと。特に輸入ですね、輸入。なので、中国は輸入は7%下落したんですよと発表したんですよ。でも、輸出はプラス0.5%ですよと言いました。これも変な話ですね。本来は赤字なんですよ。でも、中国政府はですね、裏技を使って、なんとかですね、たくさんの修正するんですよ。これも、いつの動画で話をしましたが、 中国政府の数字でですね、絶対に信用できません。中国の輸出はですね、ダメです。輸出がもしよければですね、こんなに仕事の賃金ですね、安くないはずです。そして、たくさんの人はですね、就職できるはずですね。でも、今はですね、仕事がないんですよ。どちらかと言いますと、輸出がダメだからです。まだですね、中国の産業について話をしたいと思います。 この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。